さあ、やってまいりました、ZX4RR の、納車動画でございます、まるで YouTuber のようにですね、久しぶりに、ZX25R 以来かな、納車しました動画をですね、やっていきますが、新車ですよ、今回はですね、街乗りインプレです、ヤングマシンではもうすでにサーキットガンガン行っておりましたし、 MSTV の方でもね、サーキットインプレがっちりお届けして、みんなでね、あの話題にしていただいていると思いますが、それからですね、実はヤングマシンで箱根の山にも登っております。 ZX25R、そして CB400 スーパーフォアとも比較試乗しながら街乗りの良さというのをね、堪能していっておりますが、それはですね、8月の24日発売かな、そちらの方で詳しくちょっとやっているので楽しみにしていただくとして、今日は本当にですね、まるで YouTuber のような、鳴らし運転からの街乗りどういう風に感じるかをですね、まるで、納車待ちにしている皆さんの気持ちになって、ここでねちょっとインプレを行っていきます。まあ、長期インプレでね少しずつやっていきますので、ぜひぜひよろしくお願いします。まずはですね、せっかくね購入してきた時にこうやってね鍵がいっぱいついてきているので、まずはねウィズミーのウィズミーの、はい、キーホルダーどれにしようかなっていうのをね、ちょっとこれは交換はちょっと していくとして、それ以外にちょっと気になるところ、奈良市ですよ。ここにね取扱説明書、ありましてよ、これか、取扱説明書にね、ちゃんとね付箋をいろいろつけてくれてるんですが、ここだろ多分この付箋鳴らし運転、最初の1000キロを走行するまでは、下記のエンジン回転速度以下で鳴らしを運転してください。鳴らしを行うと車の性能維持を寿命を伸ばします、200キロまで4000回転、350キロまで6000回転と、1000キロまで控えめな運転っていうのはなんか分かるような気がしますが、まず鳴らし、一応ね鳴らししますよ。鳴らしね、いや大してしなくても大丈夫だっていうのはね、我々はこれ多分エンジンね結構すぐに開けると思うんですよ、うち、その時にね、まあ、鳴らしね、こんくらいの鳴らしでやるとこんくらいの中身のエンジンのねメタルの当たり具合とか、そういうのはねどこかでお知らせします。ウィズミーファクトリー、今エンジンをね、もう一回エンジンオーバーホール2号R とかたくさんやっておりますので、こいつのエンジンもですね多分早々に開けると思うので、大して鳴らしをしなくてもそんな変わんねえよみたいなところ、でも一般の皆さんは鳴らしちゃんとしてくださいね、これはね体の鳴らしもひっくるめてっていう気持ちが大きいと思いますので、急に飛ばすことなくマシンに慣れるまではマシンとともにエンジン回転上げていくっていうね、こんなところをですね、お知らせしていきたいと思います。それでは行ってみますかね。今日は暑いので8月15日本当にねインドから帰ってきたばっかりで、めっちゃ日本暑いなと、インドも暑いんですけどヒマラヤだったんでね、そして現在31キロ、スポーツモードか、まあいろいろ変えてもいいんだけどね、まずはねロードモードで行っときましょうかね。 ETC ついてるんで今ねカードは入れときました。ほらクラッチ軽いけどちょっと近すぎ、2番かな、2番で十分、ブレーキは3番でちょうどいいぐらいか。よっしゃ、いい、よし行ってみますか。キーホルダーこれにしましたやった、久々の、あんまり金属がついてるとこの辺削れちゃうので、金属の部分にはゴム巻いたりはするんですが、一応全部つけておきます。さあ丸山宏、一体どんな鳴らしをすると思います？皆さん鳴らしきちっとすると思う？鳴らしね、やっぱりね新車買った時はね、オートバイに敬意を込めて鳴らしはね結構ちゃんとする方です。ZX25R 購入した時はね、まあ鳴らし大変でしたよ。いろんな人に乗ってもらって一緒に鳴らししたんですが、終わらない終わらない、
特にね4000回転以下なんて幹線道路も走れないっていう形で全く走行距離伸ばせずにですね苦労しましたが、多分こんだけパワーフィールが良ければ全然いけんじゃねえかな。音が違うね、本当にね町乗りすげえいいよっていうのは実はヤングマシンのインプレではねもうある程度分かっているので、サーキットもですよ。でもね今回はね本当奈良市楽しいのかどうか、奈良市楽しくねえな、奈良市楽しくないけど、でもまあ新車購入した時足つき、あ俺かかとのあるブーツ履いたら今日足つき両足のかかとついてんな、足伸びたかな、伸びるわけねえよ。スタートがね、スタートが回転上げなくていいのがいいね。25の時にやっぱり回転キャッとピャッと上げなきゃいけなかったのが、そんなに上げなくても、お、そしてシフトアップもそんな回転上げなくても全然大丈夫。え、何回転ぐらいでシフトアップ、2000ちょいでシフトアップして余裕か、おい力ある、当たり前だけど250と400ってたった 150cc しか違わないんだけど、でもね違うんだよね。まあ 25R はねよく本当にねパワーを出していたので、25 4ストローク4気筒でもまあ街乗り楽しませてくれましたが、やっぱりね我々の時代はね404気筒ですよ。我々の時代っていうか、私がちょうど免許を取った時にもう404気筒が台頭してきて、2気筒から4気筒へっていうね時代だったので、それも250じゃなくて400ですからね。250ももちろんねありましたけど、250の4気筒はね結構後からになって出てきたんですよね。鈴木さんがやってくれましたからね、まずはね。でもまずは404気筒、久々の 400cc 4気筒をですね、ちょっと堪能させていただきます。暑いな、しかしまだね4000回転以下守ってるよ。俺2、3000だよまだ。あ、全然 OK、全然ちょっと慎重には運転してるけど、全然ね流れには乗れるでしょう。高速道路を乗ってねちゃんと慣らしができるかどうかだよね。あんまり回転低すぎるとちょっとクイックシフターのシフトダウンがうまくいかねえな。それもロードでいいんだろうか、もうスポーツにしちゃおうかな、それともレインにしちゃおうかな。レイン、これである程度落ちるはずなんだけど、感覚が。いやでも結構きちっと走ってるよ。奈良市だったらレインでもあんまり分かんねえな。ポジションね、全然ポジションきつくないよ。まあ250と同じだから、なんかねハンドルの位置はねそれなりに低くて、なんとか垂れ角ついてるけど、ただやっぱり体に近い位置にあるのでね、250と同じコンパクトな位置にあるので全然街乗りきつくないんだよね。これがいいな。昔の400レーサーレプリカはね結構ハードなポジション取らされるものが多かったんでね、足つきだけは良かったけど足つきだけはめちゃめちゃ良かったけど、なぜかハンドル遠かったりね、したので今回は楽です。おお、ちょっとねシフトダウン、クイックシフター使った時だけちょっと4000オーバーしちゃうかな。いいか、そのぐらい。もうねスポーツモード切り替えちゃおうかな。ロード、スポーツ、よし。わかんのか、スポーツモードわかんのか俺に。いや鳴らし中にわかんのかってことなんだけどね。楽しい400、久々の400の新車、ありえないんだけど400の新車を楽しむなんてあれだね、本当に昔、本当に何年前、40年ぐらい前のバイクの免許取り立ての時に、
E400 のまだね学生の時新車なんか買えないから中古なんだけどいつも狙うのだけどその時404気筒って新車しかなかったんだよだからね中古なんかなかったからもう学生時代の思いですよおお力あるいや4000以下でもね、まあ、4000までの使い勝手で全然街乗り OK よやべちょっと置いてかれたちょっと置いてかれんなみんなに気持ちいいあちょうどね風が気持ちよくなってきましたちょっと鳴らしみんなに置いてかれる気はするけどでも250の時の雰囲気じゃねえな250の時には申し訳ないけど左端ずっと走っててもなんか他の車に申し訳ないっていう感じだったんだけどよっしゃちょっと無駄に煽っちゃうないい音するからな新品ピカピカプリロード乗り心地いいのよ今回ねサスペンションセッティングねまあ 4RR だからねリアサスいいのついてるじゃないスポーツサスというよりはね本当に乗り心地すごくいいしワインディングのアルタ路面すっごく乗りやすかったんでねこれね 25RR の方も日本まだ入ってないけど 25RR の方もねリンク比とともにですね同じサスがくっついてるんでまあこれはね本当に良くなりましたよただね皆さんリアサス交換するでしょどうせ交換するんだったら400SE の方でもいいよ全然うちはね 400SE の方ももう1台手には入れておりますが、オーリンズかナイトロン、つけてセットアップし合いますからねそうすれば松塗りから後々のサーキット仕様まで、全然それでいけちゃいますからねさあ今回はもういきなり首都高で鳴らし始めちゃいますヒュー4000回転までだともしかしたら首都高の制限速度ギリギリかな首都高の制限速度ギリギリかな ETC 入れるかETC 入れるか。はい、入った。入った。よっしゃ。鳴らし頑張る。うわ、気持ちいい。うわ、6速。4000回転。ちょっと首都高ギリギリか。左に寄っちゃう。寄っちゃいたくなってきた。ギリギリかな。ギリギリかも。ちょっと4000超えたかな でもね距離は伸ばせるなこれだったら250の時には本当しんどかった、本当に鳴らしが終わらないって感じでねちゅうか鳴らしの時が危ないいくらなんでも速度出なさすぎだったけどこれはいいよなんとかなるあここ80キロだもうちょっと行けるわもうちょっと行くと80キロだと4500ぐらいまでもう鳴らしなんか無視しております全然回転上げちゃいたくなりますっていうのはなぜかっていうと今週末用意どんで、04やります CBR400RR と対決します土曜日にそして日曜日には、VRBF400 と袖ヶ浦でスプリントレース対決します、それまでに鳴らしを終えておかなきゃいけないと思っているけどもう回転上げちゃいたくなってきました綺麗な鳴らしの仕方をすれば全然 OK だと思います
今週の対決に向けて丸山浩しっかりと鳴らしを終わらせていきたいと思います。さあ、ある程度鳴らしをねしてきてね、はっきり言って400最強伝説始まったって感じですよね。250とね、まずね、まあ、250もずっと待ち取りも散々やってきたので、どこが違うかというと、まあ本当に下の回転でね走れるんで楽っちゃ楽、そして大きさが25と同じなので、取り回しも楽。25と比べて本当にいいとこしかないなっていうと、またね25乗ってる人たちが、まあ、あれほど25人って言ったのにって怒られちゃうんですが、でもね、とにかく乗り心地も今回ねサスペンション変わったんで良いんですよ。250のいいところはね、逆に言うとよりスポーツ性を持つというかね、もっとぶん回して街中を乗るんで、これね昔の私250のフォースト2号にね乗り換えた時に、街中でもサーキットイメージが味わえるというかね、ぶん回しながら高回転回して走れるっていう楽しみがあるんですが、今回ね鳴らし中はめちゃめちゃ楽でした。普通に走るで、もうね 400cc1 台でビッグバイク持たなくてもいいんじゃないかっていうねぐらい、まあ、こいつがあれば本当に街乗りツーリングサーキット、まあ、どれでも行けるぞと、まあ、あんまり長距離になるとやっぱりビッグバイク欲しくなってきますけど、それ以外だったらこれ1台で全部賄えるんじゃないかなっていうね、そんなね、やっぱりね改めて思いましたよね。冒頭にも言ったようにヤングマシンではもう峠で、まあ、この 400RR と、そして25RSE と、まあ、比較試乗、あとね C400 スーパーフォアも持ってって試乗したんですが、まあ、とにかく今回ね、私がヤングマシンにつけたキャッチの中ではね、25400にて非なるものとか、あと400最強みたいなね、そんなことをね伝えていったので、ぜひね8月24日発売後ちょっと思いっきり細かいデータで比較してるんでね見てください。とにかく今ね400でこの77馬力だったかなは本当にね、昔はもうありえなかった、そういう馬力のあるマシンに乗れることがね。でも今こうやってね新車で出てきたので改めて乗ってみると街中すごく乗りやすかった。サーキットね一発目に持ってったんで、サーキットでこそ乗るマシンだって言ったけど、街中とりあえずね最強でございます。まあ、ある意味何を言ってるのか分からないんですけど、すごく乗りやすいんですよ、柔らかくて。ただね、唯一ちょっと欠点と思えるのはサイドスタンド、車高ちょっと上がったんでサイドスタンドが2号と同じなんで、マシンがねすごい向こうに傾くんですよね。だからねサイドスタンドだけでも改良したいなっていうのはちょっとね思ったかな。まだね、このマシンではちょっと鳴らし中ですが、私丸山浩鳴らしはですね、基本的にカタログ説明書通りはほとんどやっておりません。もうすでにですね100キロ以内で6000回転以上ちょっと回しております。全然無理のない感じで回っているので、そこまで回しても無理はないと思います。一般の人はですねぜひカタログ通りやって、マシンとともに、体の慣らしもして、行ってきていただければと思うんですが、私はですねある程度自分の、エンジンと相談しながら回転を上げて、今週末の、04企画でこいつで CBR400RR と戦う、そしてその翌日の日曜日は袖ヶ浦フォレストレースで、RVF400 と戦うという企画に向けてですね、パッパと鳴らしを終わらせていきますので、もしねどうしてもねその鳴らしの仕方がそれでいいのかどうかって思ってる人は、いつも私エンジンを開けますのでね、そいつで見て本当に鳴らしがね正しかったのかどうかは私よくやってきてましたので、ぜひそんなところもですね長期インプレで紹介していきたいと思います。今回は街中走ってみてですね、鳴らしだったんですけど本当走りやすい、乗り心地もいい、コンパクトで取り回しもいいで、鳴らし中でもパワーフィーリングが十分というですね、そんな、今日の鳴らし一発目のですね、納車一発目のファーストインプレをですねお伝えしていきました。
またやっていきますので、もういろんな企画やってきますので、ぜひ楽しみにしててください。400買った人はですね、10月1日の袖ヶ浦フォレストレースウェイで、こいつもね、またね、お披露目もするので、その時にミーティングね、またやれればやりたいなと思ってますので、10月1日、袖ヶ浦フォレストレースウェイで、ZX フォワードのミーティングもですね、開催しようと思ってますので、ぜひ皆さん集まってみてください。それでは皆さん、またお会いいたしましょう。さよなら。さて、MSTV チャレンジスタッフ8期生の募集を開始しております。10月からはですね、履歴書をもとにですね、2024年に活躍してくれる MSTV チャレンジスタッフ8期生、バイク女子だったらバイクの免許、これから取るでもいいし、今乗ってる方でも良いと思います。男子の方も同じかな、年齢問わずですが、編集スタッフ、そしてイベントの方もですね、手伝ってくれる人を募集しておりますので、ぜひですね、ご応募してみてください。10日以上は働ける方がいいかな、月20日以上働ければなおいいということと、そして、番組応援の制作委員会の方の募集もお待ちしております。問い合わせ先は概要欄の方に書いてありますので、ぜひそちらの方から、入ってみてください。またこの番組がいいねと思った方はグッドボタン、そしてチャンネル登録もよろしくお願いいたします。